さあとうとうやってまいりました。念願のチョコボをゲットしたいと思っております。なんかこの2匹がこの2匹があまりにも近くてさ、ポコちゃんのお腹が光ってるように見えますけど、マイチョコボが欲しいですって。君にあげよう。これか、この上か。はい、どうぞ。仕事してちゃんと引き返ってきたよ。確かにこちらはグランドカンパニーが発行したチョコボ支給券、国家団のようですね。それではお客様にふさわしい素敵なチョコボを連れてきますから少々お待ちください。一応この旅の一つのね、目標にもしていたんですよね。お客様が来る少し前からこの子嬉しそうに騒いでおりました。お客様との対面を予感していたのかもしれませんね。さあお客様、早速このオスのチョコボに名前をつけてあげてください。オスなのか。くえー。お名前どうやってつければいいんですか。チョコボに名前をつける、どうやって名前つければいいの。あ、てかカーソルがあるわ。ちょっと記念撮影していいっすか。よーし、まず記念撮影だ。後ろ向いてる子がいるんだけど、いっか。なんて名前にしよっかな。クエー、アポストロフィーが使えます。あー、はい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 、アルファベットなのね。ね、おそらくなんですけど、オビ。二重線とか、ボビー公園ってしたいんだよね。ボコ、詳しくはファイナルファンタジー5と9を参照ください。公園ってちょっと不確かなんですけど、公園、公園ってこれでいいのかな。ボビー公園、ボビー公園、あー、つながっちゃうのか、つながっちゃうのか。つながるんであればもうボコってしとこうかな。あれ？ちょっと待って。一旦キャンセルしていいっすか？ボコ。いいよ。シンプルでいいよ。ボコでよろしいですか？ハラのプレイゲームさんと話してください。あなたのつけた名前をチョコボも気に入ってくれたみたいですね。さあそちらのチョコボフィッスルを受け取ってください。こいつを吹き鳴らせばマイチョコボが駆けつけてくれますよ。ただし人通りが多い都市内や魔物が救う洞窟などチョコボが嫌がる場所には来てくれませんから注意してくださいね。初級騎乗免許も渡ししておきます。
チョコボホイッスルをゲットできた。愛しのマイチョコボ。念願のマイチョコボを手に入れました。手に入れたチョコボホイッスルはアクション取得アイテムです。使ったらアクションリストに登録されるってことか。マウントリストに追加されますと。ほん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 。ホットバーに登録するといいですよと。専用装備を手に入れていることで着せ替えも可能です。メインコマンドからバディ。そんなこともできるの。そういえばなんかゴールドソーサーでの着せ替えとかもあったの。メインコマンドからバディを選択するとできるのかな。とりあえずは所持品だね。所持品を確認してチョコボホイッスルをこれを使おう。でマイチョコボを取得して、マイチョコボをして取得したら今度はアクションリスト、ここに入ってるんじゃないかな。どっかにペットだっけ。いや違うな。マテリア生成ミラージュとかも追加されてはいるが、バディ、これかな。マウントリスト、チョコボ、これですね。これをホットバーに登録しておこう。どこに入れとこうかな。マップはね使わないからマップに入れとこうかな。上よし。ちょっと外に出て呼べるかどうかやってみましょうか。ドキドキ。念願の初めてのチョコボ召喚。召喚します。マイチョコボ、おこいで、マイチョコボの折り方かわゆすちっこい。非常した時と同じアクションを実行すると降りることができます。了解。おーおー、あれ、羽ばたけないのか。飛ぶことは今のところまだできない。いやそれでもなんかいいね。ビヨヨーンって飛べはしないんだけど、やったぜ、神々しい。ちょっと記念に一枚撮って終わりにしようか。めっちゃ嬉しいな。あ、間違えた。この状態でこれか。これでスクショが撮れる。さあ夕日と相まっていい感じじゃないでしょうか。いいね、いい感じだね。ちょっと白リムサロミンサを背景に、これがいいかもしれない。やったぜ、めっちゃ嬉しいわ。間違えた、間違えてスクショ撮っちゃった。やったーやったー。これこのまま入ったらもう自動的にあれかな、降りた状態になるのかな。チョコボの BGM もいいね。やったー。よし、じゃあせっかくなんで砂の家のミンフィリアさんと話すところまで飛んで終わりにしようかな、今日のところは。魔術師ギルド前から船に乗るとね、いいんですよ、お金の節約になるんだ。
よし、一応これで今回は終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。またねー。